開幕です。私がね絶賛ドハマり中のゲームデュエプレなんですけど、ランクマッチっていうのが勝っていくごとにレベルが上がっていけるんですけど、5連勝したらねジャンプアップって言ってゾンっていきなりランクがすごい上の方に行けるんですよ。だからね毎日やってるんですけど、なかなか5連勝できなくて、動画を通してならできるんじゃないかと思いまして、それではやります。前回のパックではアウター速攻、あ、ありがとうアウター速攻っていうのを組んでたんですけど、それもねめちゃめちゃ強くて、で、あ、嬉しい、ありがとう新しいパックができたのでやっております。やります。プロタンアブゾドルバっていうのでね、このアブゾドルバがめちゃめちゃ強いんですよ。デッキ確認するとこんな感じでございます。このアブゾドルバが鍵ですね、このデッキの鍵。うん、もう一個組んでるバジュラがこっちですね。まだ足りていないカードがバルガゲイザとバーストショットとナチュラルトラップとカチュアなんですけど、このナチュラルトラップとバーストショットは前回の1パック目の鳥獣の指導っていうもので出るんですけど、これね生成しようと思ってもリアリティが PR っていうものなんですけど、その PR カードっていうのが生成ができなくてコインがある限りすごい引いてるんですけど、なかなか出ないんですよ。あ、そう、ほんでさっきのアブゾドルバも本当はねそのデススモークの枠がデーモンハンドを3枚入れるとこなんですけど、デーモンハンドもなかなか出なくて、あれこれ喋っているのもあれなんで、やっていきたいと思います。実はですね1時間半ぐらいデュエプレの動画を撮ってたんですけど、なんとね画面収録のスタートのボタンを押さず一人でただゲームをやってました。はい、今度こそはちゃんと押してやっていきたいと思います。じゃあランクマッチをやっていきたいと思います。5連勝ということでちょっとだいぶ気合がいると思うんですけど、アブゾドルバで頑張ってやっていきたいと思います。いや5連勝ねなかなか厳しいんですよね。1回だけそのアウター速攻で5連勝で上に行けたことがあったんですけど、アブゾドルバでやったら4連勝までしか行ったことがなくて、なのでちょっと頑張ってね今回やっていきたいと思います。これ始まっても3日目ぐらいなんですけど、まだもう初期段階なんですよ。頑張ります。デュエマ革命起こしましょう。はい、よろしく。いつもこれ言ってます私お、なるほど、手札同じのが2枚ありますね。そう、このアブゾドルバのねデッキのキーカードはこれなので、頑張ってやっていきたいと思います。お、同じのが3枚来ました。同じのが3枚あるので埋めます。よっしゃ頑張っていくぞ。よしよしよし、次は何だ。あ、進化系のクリーチャーですね。進化系のクリーチャーは今そうねコストがマナか、マナがあんまりないので埋めていきたいと思います。青緑ということは青緑速攻的なのかな。お、同じカードがよく来ますね。お、じゃあ盆踊りチャージャーを発動しておきます。自分の山札の上から2枚を墓地に置くっていう効果を発します。で、チャージャーなのでねこのまま使った後は墓地に行かずにマナに行ってくれるんですよ。これほんと優秀ですよね。新しくね出たデッキで組んでるのでとっても新鮮味があって楽しい。今までずっとアウター速攻を使ってて、で、アウター速攻って結構手札に戻すっていうカードが多かったんですよ。でもね今回ね闇のデッキはめちゃめちゃ相手のクリーチャーを破壊して破壊していけるのでめちゃめちゃ楽しいんですよ。しかもねハンデス系のデッキってめちゃ苦手だったんですよ。でもね嫌だったんで組みました同じの埋めます。よし、ギランドをします。ギランドはねダブルブレイカー強いよね。4コストで6000は強い。デュエプレの魅力といえばモンスターがした時とかに声がボーンって出たり、攻撃する時に出たり、破壊された時にわーっていう声出たり、そういうのがめっちゃ面白いですよね。さあどういう風に動いてくるんでしょうか。お、ランチャースパイダー、攻撃中自分の他のクリーチャー相手にスキパーを支援する。お、強いね。マナが2個溜まってる。何を出そうか迷っているのかな。お、来た。攻撃、水の刃で。シールドトリガーじゃなかった。そうかそうか、なるほど。うーん、何埋めようかな。手札いっぱいあるのでこの3枚ドローできる子は埋めまして、あ、進化できるやん。ついに進化、アブゾドルマ嬉しい。アブゾドルマね墓地にクリーチャーがいればいるほどブレイカーの数が多くなったり、このねバトルポイントが高くなったりするのでめっちゃ強いんですよ。まあね
それは攻撃してブロックされるのか。あ、いけたー、3つ。これ時によってはロックブレイクとかもできるので、めちゃめちゃ強い子なんですよ。もう大好きこのカード。よしよし、シールドトリガーはいなかったと。いい展開ですね。あ、そう、青の子はね、手札に戻すっていう子がいるんですよ。いやー、せっかく出したのに辛いなー。まあ、2体でシールドトリガー。あー、違うかったー。攻撃されるかな。出される。あー、シールドトリガー頼む、シールドトリガー頼む。あー、違うかったー。同じカード出た。シールドトリガー、そうね、なかなか見えないものでね。相手クリーチャーが2体もいるので、このね、ボルギーズは出せばマイナス3000できる子なので、この子ちょっと出しておこうかな。はい、倒しておきましょう。1体でもね、減らしておいた方が身のためよし。で、福男、これはね、破壊された時に手札を捨てれるっていう、捨てられる相手の手札を捨てるっていう効果がありましてですね、この子とめちゃめちゃ噛み合ってまして、この子がね、自分のクリーチャー1体を破壊する、そうした場合カードを3枚引くっていうね、効果があって、で、この子を破壊して相手の手札を破壊しつつ自分は3枚ドローできるっていう、なんか進化したダイヤマンティス。この子はあれですね、ブロッカー8000いったの子にブロックされないですね。強い、やばい、もう負けやん。え、終了のお知らせ。え、終了のお知らせ。え、負けたやん。え、早すぎこの展開。え、早すぎ。いや、まだシルバー5、もうほんまに初期段階の、まだ星1しかついてないんですよ。とりあえず1勝はしたい。で、レモンハンドがね、なかなかパックをね、前のパックの、何だったかな、前のパックでそう出なくて難しいところですね。お願い方して、お願い方して、お願いします。本当に終われません。終われません。リッピーボルタ、パワーアタッカーになるのは強いね。とりあえずブロッカーを出しておきましょう。この A も掘っててすごい素敵ですよね、デュープレのカード。頼みます。お、ボルギーズ来ましたね。どうしようかな。これは今コーマナーちょっと遠いので、これで墓地を返しておいて、次のターンに備えてゾルベールをね、出す備えをしておきます。強いね。赤すぐ出てくるからね、強い。まあ、こちらにはデススモークという技があるんだ。これは何を破壊しておこう。これでオルシャックドラゴン、強い子は破壊しておきましょう。はい、もう相手も手札が少ないですね。2枚ですね。あ、ドットピピッチ強いな。この子スピードアタッカーなんで、フォルメテウスホワイトドラゴンとかもね、スピードアタッカーになってすぐ墓地送りになっちゃうんですよ。強いので、とりあえずこれはブロックしておきます。強いね。あ、ファントムバイツ、よし、いいね。ちょっとポットピピッチを倒しておきましょう。スピードアタッカーになられると怖いのでね。まあでもね、コッコルピアもね、怖いんですよね。よしよしよし、これはこちらを出しておきましょう。ドラゴンいないのに出してしまったでもブロッカー持ちなんでいいですね。ボルテールドラゴン、もう次このこれがアブゾドルバが出せるんで、さあどうでしょう。攻撃するか迷っているのか。よし、回ってきた回ってきた。よし、2枚目のアブゾドルバ、これは1個埋めましょう。これを攻撃じゃなくて進化させます。嬉しい、進化できる効果です。こういうエフェクトも本当素敵ですよね。これね、本当時によっちゃロックブレイクとかもできるので強い子ですね。今は3ですね。よし、3、シールドトリガーじゃなく割ってくれ、割ってくれ。よしよしよし、これはちょっと勝てるフラグじゃないですか。どうだろうどうだろう、
そう、このスピードアタッカーでダブルブレイカーって本当に強すぎませんか。しかも、まあでも8コストっていうのはちょっと重ためなコストかもしれないですけど、強いですよね。お、攻撃してきた。お、デススモークありがとう。で、これがもう一体攻撃してくるかな。そうですよね。でもブロッカーがないだけまだ嬉しい。耐えますね。なるほど、どうしようかな。ブロッカーは立てた方がいいと思うので、トルベールは埋めておいて、とりあえずブロッカーを出します。あ、どっちも出せますね、6なんで嬉しい。デススモークでホッコリピアさよなら。ぜひ残しておいたんでしょうが、よし、これでダブルブレイカーを壊しておきます。よしよしよし、ブロッカーでシールドこっち2枚もあるので、まだまだ耐えれる、じゃあ耐えれますね。まだおったんかい。いいの、いや強すぎるわ。いや、それはブロックしておきましょう。手札なんだ、よっしゃー、手札捨てれる、騎士男嬉しい、ありがとう。ハンデスキーのデッキ楽しい。よし、コクルピアだった、嬉しい嬉しい。もう次勝ちや、勝ち確や、これは勝ち確じゃないか。えい、出しておいて3000して、嬉しい、これで攻撃、シールドトリガーでありませんように。よっしゃー、勝ったー、やったー、嬉しい、勝てたー、やったー、やったー、嬉しい、やったー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 、嬉しい、嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい、マジで嬉しい。次勝たないとダメだからね、気抜けない気抜けない、もう真面目に頑張っていこう。お願いです、勝たせてください。お願い、あ、ジャンプアップよ、よしよし、ジャンプアップチャンス、よしよし、ゴールド行きたい、ゴールド行きたい、よろしく、頑張ろう、やったね、やったね、よし、いっぱい来てくれた進化クリーチャー、勝ちたい勝ちたい、よし、デススモークもね、有能なカードですよね。絶対に勝ちたい、こういうのは気持ちが大事だから、やっぱクリーチャー出していこう。お願いします、チュッチュルチュッチュッチュチュッチュルチュッ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 チュン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 、お、フェアリーライフ、なるほど、おー強いねー。山札の上から1枚マナ貯めおきますね。マナ貯めってねーいいですよね、強いね。攻撃、お願い、よし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 、いよいよソーラーレイも強いね。2体タップするでしたかね、1体か、2体タップする、黄色と闇と緑なんですね、なるほど、お願い、あー、ブロックが来ちゃったけど、これ次出せる、よしよし、遅延行為には厳しく対処いたします。あ、来た、よしなんや、おっしゃ、ハンドボール嬉しい、迎えできる、よっしゃ、よしよしよし、いいよ、いい流れ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 、そう、ブロッカーにブロッカーあれなので、デススモークで破壊して、よし、攻撃したいと思います。いい流れよ、いい流れ、いい流れ、シールドトリガーで、あー、やばい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 、うわ、マナゾーンか、家破壊するんじゃなくて、強いね、それは強いね。でもマナ1個埋まったんでありがとうって感じ。勝ちたい、うわ、やめてくれ、これにしてお願い。悲しい、めっちゃ悲しい、何これ、初めて見た、うわ、スレイヤーはきついね、ついね、手札を捨てさせておこう。
よしよし、ブロッカー捨てられて、よしよし、攻撃してくれれば次のターンに、よしよしよし、手札を捨てさせる。埋めなかったっていうことは重要なカードかもしれない。よしデススモーク、よしありがとう。よしよし、いいよいいよ、いい流れいい流れ、よしよしよし、いい流れいい流れ、よしよし。お、なにこれ、相手によって墓地に置く、札にね、どういうこと。お、なるほど、来た来た。相手によって墓地に送られない、どういうことやろか、どういうことやろか、自分のマナゾーンの方が、あ、そういうことね、墓地からマナゾーンに置くっていうのがあった時ってことかな。これは今はいいかな。よっしゃ進化するぞ、よし頼む頼む、今はいくらだ、3いける。これ1個ずつね、ブロッカーを壊していきましょう。よしよしよし、ブロッカーを一つずつ。これはあれなんかな、バジュラの対策のカードなんかな、マナゾーンのカードを墓地に送るっていう効果なんですけど、バジュラがそれのためのカードかな。誰かが呪文を唱えた時そのターンパワー3連する。お、なるほど、よっしゃ、ブロッカーを出しておいて、ちょっとずつねブロッカーを剥がしておきましょう。よし、よしよし、いい、いい展開、いい展開。相手は手札1枚ですよ。次ね、あ、よし、いい感じ、いい感じ。ゴミはどこだな。いいよいいよ。これでね、ブロッカーを。よし。よしよし。これで攻撃していこう。怖い怖い怖い、死ぬことになっちゃいませんように。よし、いい、いい流れよ。でも手札3枚埋まってしまっているよ、相手。お、ダブルブレイカー、なるほど。でもまだブロッカーがあるので耐えはします。うわ、またブロッカー来たな、辛いところ。あ、帰ってきた、よし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 、手札を捨てさせる。よし、ダブルブレイカーいなくなった。これをちょっとずつ破壊していこう。よし、使ってくれた。よし、いいよいいよいいよ。それならいい、よかった。相手のクリーチャー一旦破壊するっていうデーモンなんたらの子じゃなくてよかった。本当これもう勝ち確やん。え、もうこれ勝ち確じゃない。え、これ勝ち確じゃない。え、勝ち確じゃない。さあさあさあ、相手は どうするんでしょうか。グランキューレね、新しい子ですね。あ、ハロも新規ですね。よしよしさあ、よしよし、あ、強い、それは強い。この子も強いんですよね。プラス2000はちょっと地味にきつい。まあでも2体ブロッカーもいるんでね、こっちはまだ耐えですね。お願いします、お願いします。この3日間できひんかったものが今できました。本番に強い女、嬉しい。え、めっちゃ嬉しいやけど、ありがとうございます。え、ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。プレイミスとかがあったらぜひインスタの方にコメントできるボックスをつけてストーリーの方に更新しますので、ぜひそちらの方にコメントよろしくお願いいたします。まだまだ全然初心者なので温かい目でぜひご指導お願いいたします。ということで今日も見てくれてありがとうございます。評価とチャンネル登録、そして私の Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。